アビアンカ・エルサルバドルは、エルサルバドルのサンサルバドルに、本拠地を置く、航空会社である。2009年に、アビアンカ航空と経営統合した、トサ航空が2013年12月に解消された、もの。トサの所有するボーイング737から300型、キエルサルバドルの首都、サンサルバドルのエルサルバドル国際空港を本拠地と、する。トサ航空は、 単一の航空会社ではなく、コスタリカ共和国のラクサ、グアテマラ共和国の AB とか、ペルーのトサペルと、戦略的なアライアンス提携により、連合で運航していた。よって、CRS 上の2レターは別になるが、同じ航空会社の運航になった。アライアンス開始当初は、グループ・トサと名乗っていたが、単なるトサに変更。コスタリカのラクサのみ、 トサとは別個の単独運行を行っていた。中米諸国のほか、アメリカカナダ、南米諸国の19カ国主要36都市に就航している。2009年10月7日、アビアンカ航空と経営統合すると発表した。経営統合完了後は、持ち株会社の下にアビアンカとトサの双方を併存させる予定である。2010年11月10日には、国際航空連合、 スター・アライアンスが社長会でアビアンカ・タカ航空グループの加盟を承認。2012年6月21日にアビアンカ航空と共に加盟した。2013年にアビアンカ・タカ航空グループの航空会社のブランド名をアビアンカに統一する旨が発表され、トサという名称は消滅。エルサルバドルのタカ航空はアビアンカ・エルサルバドルに変更された。 アビアンカエルサルバドル、この記事の航空会社アビアンカコスタリカアビアンカペルー、AB とか航空最初は1機のスティンソンシングル、モーター機で運航を開始、その後トサは貨物会社として1938年に設立された。グアテマラの AB とか、コスタリカのラクサ、ニカラグアのニーカとトサ航空は戦略的提携によりグループトサの,ので、 統合的な運行を行ってきた。これにより、トサは、ラテンアメリカで、最も効率的な運輸業となった。エアバスより、A319 及び A320 を購入して、機材の総入れ替えを行った。中米にあるサンサルバドル、サンホセの2つのハブ空港とともに、南米路線を提供するトサペルの就航で、リマにハブ空港が追加された。これにより、 南北アメリカ大陸全土に対して、広範囲の輸送網が構築できた。A319、A320、同系機種の A321 を含めた30機を導入。トサ航空の新ロゴマークを発表。アビアンカ航空と経営統合すると発表した。アビアンカトサ航空グループが、スターアライアンスに加盟。アビアンカ参加航空会社のブランド名を、 アビアンカに統一する旨が発表され、トサ航空の名称が消滅。エルサルバドル拠点の航空会社は、アビアンカエルサルバドルとなった。トサ航空では、アビアンカ航空と共に、ライフメイルズというマイレージサービスを展開している。かつては、ディーストアという独自のマイレージサービスを運営していたが、アビアンカ航空との経営統合により、双方のサービスを本サービスに統合したものである。 トサ・アビアンカ両社のほかスター・アライアンス各社の登場でもマイルの取得や、特典への交換が可能である。北中米路線のハブ空港、エルサルバドル共和国中南米路線のハブ空港、コスタリカ共和国南米のハブ空港、ペルー共和国、アエロマントサは、トサが持つ、機材整備会社で自社の機材だけでなく、アメリカウエスト航空や、 ジェットブルー航空などの A319 や A320 の整備を行っている。アビアンカトサ、ウィリフォームザリーディングエアラインネットワークインラケン、アメリカツーストレングスンストラテジックポジション、アンドキャパシティホーグロース、ハットアビアンカ、トサ &COPA、エラインズトゥージョインスターアライアンス、スターアライアンスアビアンカ航空、12月3日から5日まで、トサと、ラクサビ名を一部統合。 スターアライアンスメンバーでありながら、タム航空とは、マイレージの提携は、一切行っていない。ありがとうございます。